一旦やりたいことがあって。何すんの？カイトさんってスマホの頃から村人使いなんですよ。はいはいはい。あ、なるほどね。で、なんか、うん、はいはい、あーっと、すいません、大丈夫です。ちょっと拭きましょうか。大丈夫かな、うん、あのあれです、あの村人使いなんですよ。で、あのフリーとかするたびに、ちょっと俺の村人見てよみたいなお互い言ったりするんですけど。あ、確かに確かに確かに、うん、っていうところでミラーをね、ミラーね、うん、ミラーかやりたい。でミラーやったことなくない？マジでないかな、ないかも。でとはいえ、まあ言っても現役でガンガン大会とか出てますから、ね、まあね、ハンディキャップは、ハンディキャップ、いやいい、いやいらない、いやそういらないかな、そういうの。え、そういうの いらないでしょ。サンストニストぐらいでやろうかなと思ってたんですよ。ああ、いや、さすがに、いや、これいいっすよ。いや、俺別に、そう、ミラーさすがに有利やろ。いや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 、今ジョーカー、いや、今みんな言ってるじゃないですか。今ジョーカーメインですし。いや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 、いらんよ。で、ハンデなんていらないっすよ。いらない。あのそういうの逆に俺なんか、うん、あれなんで。ムカついちゃう。うん。いやもうこれは普通に勝負。ちょっとなんか。うん、舐めてる気がするな。あ、ごめんなさい。ちょっとこれゴリップ、ちょっとゴリップ、ちょっとそれ舐めてない？みんな。いやいやいや、ちょっとみんなさ、さすがに、え、これ一本勝負ですか？一本勝負。一本勝負です。一本勝負、オッケー。みんなお願いします。勝ったらメンバー入るって言ってる人もいます。わ、今のももう分かってたのか。あそこ大よりパチンコか植木鉢のどっちかなんで。やべえ。レース島を置いとくと期待値が高いと。ちょっとね、うん、これ負けないな。ちょっと、あーやばいな。1スト落ちましょうか。うるさい。これはあー、そ、1引きにね、気持ちは分かりますよ。まあまあまあ、待って待って、いいしたっけ。出てないですよ、ハニワ。うるさい。出てないよ。みんないけるよ、これ。今のまさか。はい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 、分かってます。あ、知らないんですよ。うまい。いやー、あー、そこ打っちゃうか。時間かかんな。あー、めくんないか。うてー。いけるよ、みんな。
かかってるんだよそれ。待って、うわ美味しい、マジか、あ打っちゃう、うるさい、打っちゃうやつね。ああ美味しいな今の参考が。うわーいい固め。わかった、わかったよ。それ風船1個しか出ないですよ。余裕じゃないでしょ。いやマジか。いや横スマ最後だってやったらもう終わってたからね。いやもうなんか横スマがちょっと出てたな。いや欲望、いや欲望でしたな、まあ、最後やっぱね勝たせといたっていうかさ、あ一番ダサいやつね。くっそー、脇汗びっちょびちょに書いたな。あじゃああれよ、静江勝負しない、静江。ああ自信あるんですか。静江だってスマホをね、スマホの村人使ってたわけだから、静江はさすがに、ほらこれはケプトさん負けですねって。いやもうね、まあ、ニストはね確かに失礼でしたよ。でしょ、分かった、ニストは確かに、ね、負けないですよ静江。いや俺ごめん、こっちの方が全然自信ないな。あニストにします。いや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 、そういうそれは勝てるよさすがに。久々だな、静江使うの、使うのこと自体は久々じゃないんだけど、こういう見せる場で使うの久々かも。静江対決か、なるほどね。俺ももう覚えたよ、覚えたよ、もうあれさすがね、もう。え、なんかこいつやりにくいな。え、やばい、これ全然勝てない気がする。ハニはないな。あえやった、あ知らないんかな。あごめん、知ってません。待ってこれまず全然勝てないわこれ。あこれ放送事故だこれ。まだか、あ待って、これ全然勝てないわ。あ、打っちゃうパチンコ。ちょっと待って、静江はちょっときついな。人が言ったのに。
はもうやだもうやだ毎回打つなパチンコ。あ、ないこれ、ないじゃん、やってたよ俺が今下向いてる時やってたでしょ。もう 下向くのが悪いんだよな試合中に。え、何こいつ遅いな。キャラ規範やめてもらっていいですか。もうこれやだ、もうやだやだやだだ。よし、どれどれどれ、俺待って、どっち。うわそれいいんすか、コーチがそんなことして。あ、待って、1本は取ろうね。いやあ、もうこのキャラ使わないこのキャラ弱い見にくい見にくい大人だ。今いくつでしたっけ。俺今32です。これ